上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。猫にもかなわぬ。どうする。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。これで済むぞ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。諦め。しろ。精一杯やっちゃう。死ね死ね。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら喉を見落とせ。
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。女をすぐさま離せ。お前この男を知られ。かぶりすぎじゃ。だけか。腰をへし折ってやれ。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。首を落とせ。
命乞いするなら今のうちじゃ。貫く真の像がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ。されど、されど、そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。どうぞお気をつけて。かたじけない。気を抜くでない。気を抜くでない。死ね。命乞いするなら今のうちじゃ。叩き潰してやる。逃げるなら今のうちじゃ。役立たずのクズ野郎が。命乞いするなら今のうちじゃ。みんな殺しちまわねえんだ。さだためさん。死ね。臆病者が。切り裂け。頭をかち割ってやる。集い場じゃ。
森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しだ。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできまい。 Hmm.